京阪800系電車は、1997年に、登場した京阪電気鉄道の京新専用、通勤系電車。京新線の河川電圧 1500V への昇圧、及び、京都市営地下鉄東西線への直通運転開始に、合わせ、在来車の80系等に代わって導入された。京新線は一部に平洋軌道の区間があることから、日本で唯一、 地下鉄区間と併用軌道区間を直通する車両であり、しかも京進線には、登山鉄道レベルの急勾配も控えていることから4両、すべてが電動車など、運行路線の区間ごとに極端に異なる性格に対応する必要があるため、急勾配、急カーブ対策など多彩な機能を備えた車両となっている。これらの条件に伴う高度な装備機器類に加え、 京都市営地下鉄東西線線内で運用するための ATO 装置など、上質な接客設備などにもよって、1メートルあたりの値段は日本で一番高いのではないか、と京阪電鉄の担当者が言うほどの高価な車両とされた。浜大津駅帯上栄町駅間の併用軌道を走行中の800軽車服と高さは、大津線の在来車とほぼ同じであるが、社長は、 大津線の在来車より長い16.5メートルで、側扉も片側3カ所となった。また、車体外観は7200系を縮小したものとしている。車体材質においては、平洋軌道区間での自動車などとの接触事故が起こった際に、車体の修復を容易にする目的から、普通構成車体とし、部品の一部は自動車と共用のものを使用している。 登場時の車体塗装は、微枠をイメージした、パステルブルーと開白をベースに、染め物由来の色であり、軽心線のラインカラーを表す、すい色の帯を巻いていた。この帯は当初はテープによるものであったが、静電気で、ホコリが付着し汚れが目立つことから後に塗装に、変更された。また、車体すそには、黒色の反射シートを配している。その後2017年から、 本形式を含めた石山坂本線、京新線の全車両の塗装が、京阪本線の一般車両と同様の塗装に変更されることが発表された。本形式では815編成が最初の新塗装編成となり、旧塗装の車両は2020年11月10日に運行を終了した。搬入当初は前面の車両番号を表示が、 貫通扉の総価部に記されていたが、視認性が良くなかったことから、営業運転開始までに、貫通扉の窓上部に変更された。当時の各鉄道専門誌の新車紹介記事には、搬入当初の状態の写真が掲載されていた。行き先表示器は、軽半発の LED タイプのものが搭載された。なお、後に登場した車両では、 フルカラー LED が採用されたため、軽阪では唯一の三色 LED 表示器となっている。座席は両先頭車が1プラス2配列の固定セミクロスシート、中間車がロングシートとなっている。内装は9 0 0 0系をベースに、東西線5 0系と同等水準としている。ただし9 0 0 0系とは違い、本系列では、 クロスシート部分とロングシート部分との間に視線を遮るためのスクリーンを採用していない。なお、2000年代後半に入ってからは、座席モケットが7200系以降の本線系統通勤系車両と同様に、経年劣化により、当初よりも濃い目の青色のものに順次交換された。車内放送装置には、京阪の通勤系電車では初めて自動。 放送装置が搭載された。自動放送は、京神線の他地下鉄東西線にも対応しているが、道路線用の 50K とは異なり、東西線内でも京神線内と同様の放送が使用されている。なお、2008年1月16日の東西線、渦正天神川駅への直通区間延長以前には、男性による放送が使用されていた。 石山坂本専用の600系及び700型もワンマン運転対応改造を受けた際に自動放送装置が搭載されたがその音声は2018年に放送更新されるまでは本系列と異なっていた2018年3月17日の大津線4駅の駅名変更に伴い本系列を含め大津線全車両の車内放送が更新され いずれも軽半線と同じ音声に統一された。車内案内表示器が各車両側扉上部に1両あたり3台ずつ、千鳥配置で設置されている。運用開始以来、フリーパターン表示対応の蛍光表示管のものが使われていたが、2013年に入ってから順次、LED のものに交換され、視認性が向上している。4両固定編成の2ユニット全動力車で、 急行バイク間において1ユニットが故障しても走行可能な性能を確保している。制御方式は VVVF インバータ制御であるが、素子は従来の GTO サイリスタに代わってイグブトを軽犯の車両としては初めて採用した。インバータ装置の製造メーカーは東洋電気製造である。地下鉄東西線への乗り入れに備えて ATC や ATO を搭載したほか、 東西線各駅に設置されているホームドアにも対応した。京新線内では軽半型 ATS を使用する。手動運転時における主管制御機の立行ノッチは4段、常用ブレーキノッチは7段であるが ATO 使用時には立行、ブレーキともに31段の多段制御を行う。軌道加速度は時速 3.3km、S、減速度は 時速 4.2kmS となっている。設計最高速度は時速 90km であるが、スピードリミッターによって時速 75km 以上の速度では走行できない。ブレーキ周には連続急勾配や天候変化に強く、平用軌道走行中の低速での急減速性能に優れた中鉄性を採用している。中間車に装備されるパンタグラフは、 京阪では、初採用となる、シングルアーム式の東洋電気製 PT-7201 で、ミニ地下鉄である、東西線の低い河川高さから、路面区間の高い河川高さまで対応することが、可能である。地下鉄第五車庫に入線した800系2008年4月15日に、制定された新マークを重付した800系当初は、 京新線と京都市へ地下鉄東西線の両駅、京都市役所前駅で運用されたが、2008年1月16日に、地下鉄東西線の二条駅渦政天神川駅が、開業すると運用区間も拡大され、渦政天神川駅まで乗り入れるようになった。昼間時は、東西線渦政天神川駅、京新線琵琶湖浜大津駅間を20分ごとに、運行される。 本系列は、京新線専用車両のため、石山坂本線での営業運転は行わないが、運用の都合上、道路線の大見神宮前駅隣接の、西木寄車庫までの改装扱いとして、美和湖浜大津大見神宮前間でも、定期改装の運用があり、また試運転では、坂本比叡山口駅大見神宮前駅間を、走行することもある。なお、 琵琶湖浜大津駅石山寺駅間は、車両限界の関係により走行できない。その他、東西線開業前の乗り入れの試運転では、京阪車両が乗り入れすることがない五両駅以南の第五駅まで入線したほか、2017年の東西線の第五車庫でのイベント時にも、入線の実績がある。試運転以外でも京阪大津線内併用軌道、等で、 自動車との接触事故や河線、電力トラブル等で、地下鉄との直通運転が中止される場合があるが、この場合地下鉄線内に封じ込まれた 800K は、直通運転再開まで第5車庫に改装され、留置される。また、当初は、京新線内では、通満運転で、地下鉄東西線内でのみ、ワンマン運転を行っていたが、2002年11月30日から、 京心線でも全列車でワンマン運転を行うようになった。ありがとうございます。